1990年3月に登場したトヨタのコンパクトクーペがセラだ。一見して驚くその未来的なフォルムは、前年の第28回東京モーターショーに出品されたコンセプトカーそのまま。会場での人気に手応えを感じたトヨタが形を変えずに市販したのである。最大の特徴は何といっても斬新なガルーウィングドア。昆虫の羽のように開くこのドアは、あのスーパーカーカウンタックと同じ。トヨタはわざわざドア操作力温度保証ステイという新機構を開発し、ドアの開閉力が気温と関係なく一定になるような配慮まで盛り込んでいた。さらに屋根まで曲面ガラスで覆われたグラッシーキャビンも従来にない構造だ。この軽飛行機のキャノピーを思わせるデザインは、液圧プレス成形法という新技術によって実現したスタイリングである。フロアは当時のコンパクトカースターレットがベース。全長3860ミリ、全幅1650ミリ、全高1265ミリというボディは、狭いながらもリアシートを備え4名乗車が可能だった。インテリアはエクステリア同様、未来的な曲面フォルムを採用。スイッチ周りからメーターフードまで一体成形がなされており、全面ガラス張りのボディを通して外から見て楽しめるインテリアになっていた。搭載エンジンは110馬力を発揮する 1.5 リットル直四 DOHC1 本。サスペンションはフロントがコイルバネのストラット、リアがコイルバネのトーションビームを採用。ギアボックスは5速マニュアルと4速オートマチックから選ぶことができた。惜しくも95年に生産を終えたが、一目でわかるスタイリングから今も一部で人気を集めるカルトカーである。Thank you.